どうも、ソウルズイブリナスです。そして、ご存知の方も多いかと思います。僕が、大変お世話になっております、カニさんでございます。そうです。カニさんこと、カニ沢社長でございます。ですね、今回の動画は、以前ですね、僕と、カズプロと、TG さん、ジュミ、お里と、で、出させていただいた、12月4日の、貸し切りコンペですね。はい、これを、千葉県のオークヒルズでやらせていただきますという告知動画を出させていただいたんですが、そのコンペは、じゃあそもそもどういうものなのかとか、ちょっとそのコンペを開くに至った経緯ですとか、そういったところを含めて、でここに、カニさんがもう大変深く関わられておりまして、というかまあそもそもですね、今回ヤスゴル TV のまあコンペではあるんですけれども、カニさんの、まあ、会社のケーズコーポレーションさんが、まあ、主催というか、まあ、冠というか、で、やられるというか、まあ、そこにヤスゴル TV として、まあ、関わらせていただくっていうような形のコンペになっておりまして、で、チャリティーコンペということで、まあ、チャリティーってね、こう、ちょっと言葉が一人歩きしてしまうと、まあ、ちょっと不安に思う方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんで、その辺もね、ちょっと細かく、今回お話しさせていただければということで、カニさんにちょっと出ていただこうということになりましたと。はい。はい。はい、ということで、早速なんですけれど、はい、今回のこのコンペ、はい、まあ、じゃあ、なんでこのコンペをこうやりましょうという話になったかというところから、ちょっとお話しいただいてもよろしいですか。はい。はい。まず、その、まあ、うちの父親が、はい。まあ、その長野県の、はい。篠ノ井というところにある、円福寺という、はい。円福寺愛久園っていう、はい。お寺で、はい。育っていて、はい。まあ、お寺さんで、かつ、まあ、児童養護施設というか、はい、そういった側面を持ったお寺さんがあると。はい。で、まあ、そこの、まあ、お寺が、まず、その、まあ、戦後間もない頃に、はい、まあ、戦争孤児の子たちを、うん、まあ、お坊さんが、まあ、長野に連れて行って、はい、育てたところから始まってるんです、はい。で、まあ、その戦後間もない頃に、まあ、まあ、片親とか、はい、まあ、生活がまあまあならないんでっていうので、預けることが多くて、はい、で、それが、未だにずっと続いていて、はいはいはい、で、まあ、その近くに、保育園だったりとか、はい、そういう学校が、建てられてて、はい、で、今も、多分ホームページ見ていただくと分かるんですけど、はい、多分、ま、30名から40名ぐらい、はい、まあ、そういった子供たちが、未だに育っていると。はいはい、で、まあ、うちの父親が、ま、毎年その年末に、いろいろ、ま、送ったりはしてたんですけど、はい、まあ、ちょっと10年ぐらい前に亡くなってしまって、はい、で、まあ、うちの父親が、まあ、その、まあ、お金を送ってあげたいと、はい、いうことを言ってたんですけども、はい、まあ、亡くなってしまったので、はい、それを、まあ、僕が何かしらの形でやりたいなとはずっと思っていて、はいはい、で、まあ、ただお金を寄付するだけっていうよりも、うん、こうみんなで楽しんでその中で寄付とかができればなっていう、はい、のがあったので、安くんにお願いした感じです。なるほど、なるほど。はい。はい。というのがいきさつで、はい、まあ、お父様が育たれた、そちらのお寺さんに、まあ、お父さんの意思を継いで、まあ、寄付というか、をされたいというのが、まあ、もともとの根本的な目的で、まあ、その上で、こう、みんなで楽しんで、こう集めた、そういった気持ちのこもったお金で、支援してあげたら、支援というか寄付してあげたら、まあ、よりいいんじゃないかということで、今回。で、僕もそのお話いただきまして、実は以前ですね、子供食堂に、寄付をさせていただこうということで、僕が、販売したグッズの、売り上げから、子供食堂に、こう、ちょっとおもちゃとか、こう、みんなで遊べるようなものを、まあ、ちょっとお送りさせていただくっていうことで、その時もですね、カニさん経由でちょっとお願いさせていただいたといういきさつがありまして、で、まあそういった流れもありつつ、まあ僕も、まあ自分にも子供いるというのもありますけど、まあそれも含めた上で、やっぱり
自分がこうやって生きていく上で、まあ、まずこう、まあ、大人として一つできることはやっぱり子供たちをこう、まあ、健やかにというか、育ってもらうっていうことが、まあ、かなり優先順位高いものだと思って活動しておりますんで、それを皆さんと共にこう楽しみながら実現できたら、まあ、僕がこう一つ目指す形の本当に一つのゴールなんじゃないかなって思っているところがありまして、カニさんもそれをご理解いただいて、まあ、今回こういった形に、なっております。なのでですね、まあ、今回チャリティーということで、まあ、できる限りというか、まあ、基本的に、数字が判明する部分に関しては、基本的に、まあ、オープンにというか、させていただこうと思ってますし、で、まあ、その上で、ちょっとね、その、まあ、施設というかお寺さんのその動画を撮るっていうことが、おそらく難しいかもしれないんですが、何かそうやって、お送りしましたよっていうことが分かるような、動画というか、まあ、その後日談みたいなものはちょっと、動画として残そうかなとは思っております。なのでね、まあ、そのあたりは、安心していただいてというか、はい。まあ、もちろん、今回のそのコンペに、じゃあそういった気持ちがないと参加できないよっていう話かっていうと、もちろんそんなことはなくて、みんなでこう楽しめるっていう空気を、作った上で、その上で何かそういったこう気持ちを伝えられたら、まあ、それも一つのこう彼に対するなんか僕らのこう気持ちになるのかなっていうこともあって、やらせていただくと僕は思っておりますんで、まあ、多分会員さんもそうやって思ってくださってると思いますんで、なんかこう、絶対お金出せとかそういう話では全然ないんで、まあ、一応、ちょっといろいろこれから詰めていくことも多いんですけれど、とりあえず、参加いただく皆様からは、まあ、プレイ代として税込み1万2000円。これにまあ昼食代もついた、まあ、いわゆる最近のこうプレイ代ですよね。で、もうこれだけ基本的に出していただければ、当日なんか買ったりとか、昼食の差額が出たりとか、そういうことがない限りは、もうそれだけで済むような形になっています。で、それ以外のところで、まあ、ご協賛だとか、はい、募金いただくとか、あとはまあ何かちょっとそういったチャリティグッズのようなものとか、まあ、できればとは思っていますが、まあ、まあ、ちょっとそういった形でいろいろ、まあ、もちろんそのお金でのご協賛も、大変ありがたいですし、その商品としてのね、みんなが楽しむためのご協賛も、まあ、今たくさんもしてくださるという方、お話しいただき始めてますけれど、まだまだこう募集させていただいておりますんで、そういったものからこう全て集めて、まあ、お渡しさせていただくっていう形を取ろうと思っておりますので、はい。一応コンペに関しては、そんな感じでございますね。はい。みんなで、楽しんでもらえればっていうことなんで。はい。そうですね。なので、まあ、前回のね、動画、みんなでちょっと僕ら、かなり、テンション上がってというか、ワイワイした動画になってたんで、ちゃんとその辺伝わってたかなというのもあって、で、まあ、改めてね、ちょっとこの動画出させていただいてるんですが、まあ、そんな形なので、特にこう、本当にまあ2024年の、まあ、締めくくりにみんなで、また楽しみましょうよということで、の、まあ、コンペなんでね。で、まあ参加費とかも、まあ今回なしっていうことで、まあカニさんはじめいろんな、まあご協力いただく方々に、もう多大なる、まあ特にカニさんなんですけど、にかなりこう、サポートというか、まあご協力していただいて、成立する会になってますんでね。ぜひまあ、でも、みんなが楽しんでくれたら、カニさんも、その、協力してくださる方々も喜んでくださると思いますんで、遠慮なくね、はい、全力で楽しんでいただければと思いますが、はい、で、一応ゲストというか、まあ、うん、来てくれる予定だったりっていう方は、まあ、現時点で確定しているのは、まあ、いわゆる、まあ、安くメンバーというか、で、カズプロ、TG さん、ジュミ、おさと、は、来れると。で、アウさんがね、アウさんちょっとその、今、海外に行かれてて、お仕事の関係でね。で、その時に、そのタイミングで戻って来られれば、行けるけど、ちょっとわかんないな、みたいな感じです。で、あとはですね、ちょっと、まあ、近しいチャンネルというか、の、
うん、むっちゃんとか、そういうなんかその辺の人たちが、まあまだまだちょっと、まあ増えるかなというようなところで。あとシュウペイ君も、ぜひね、ボランティアで来させてくださいって言ってたんで、シュウペイ君も来てくれると。で、まあ、おそらくね、ちょっとその、いろんな仲間たちが、こう、今回ね、この、まあ、思いに賛同したり、あと、まあ、皆さんと楽しみたいっていう思いで、参加してくれるとは思いますんで、まあ、来てね、ただもちろんね、じゃチャリティーコンペだから参加費もらわないからって言って、僕らもなんかこう、手抜くつもりもないんで、全力で皆さんと一緒に楽しみますんで、そこはもう逆に本当そういう思いで来ていただいて。で、前回の動画でも言ったんですけど、一応その高野祭をやろうとしております。これでもやっぱおそらくメンバーシップ区切りにまずなるのかなっていう感じですかね。いや、区切らなくてもいいんじゃないですか。いいですか。みんな、はい。なんか、みんなで、まあ、なるほど。楽しく。はい。まあ、じゃあ、その、ちょっと、箱とか、そういった場所の関係とかで、はい、もちろん、じゃあね、百何十人って来て、それが全員入れるかどうかちょっとわからないんで、もしかしたら、先着とか、なんかそういう形、抽選なのかわからないですけど、ちょっとそういう形を、追って、これはこれでね、その、高野祭に関しては、もう、追って、でご案内させていただきますんで、ちょっとねこれはもうその当日とは別で、またご案内しますので、ただそのまあ高野祭が開催されるよっていうことは、まあ頭に入れて、はい、ちょっとスケジュール組んでいただけたらと、はい、思っておりますんで、成田周辺なんで、はい、あれですよね、多分その皆さんお泊まりの方とかは、そうですね、多分、はい、まあ、オークヒルズから、はい、まあ、30分ぐらいですかね。そうですね、まあ、だから成田駅界隈ってことですよね、そうです、うん、が結構お店とかも多いので、その辺で、まあ、何かするかなということですんでね、はい、もう本当に皆さんご遠慮なくね、まあ、今で、3分の1ぐらいですかね、予定している枠の3分の1、まあ、まだそんなに勢いよくバーって埋まってるよって感じでもないですが、まあ、徐々にこう埋まりつつあるかなというところなので、ぜひね、まあ、お早めに、お申し込みいただけたらありがたいかなということでございます。で、まあ、注意事項だとか、そういったところは、申し込みのページにね、書いてありますんで、そちらちょっと、一読いただいた上でお申し込みいただければと。で、お友達の分だとか、一緒にご購入いただけるようにもなってますんで、その場合はですね、組み合わせいただく、方のフルネーム、これを、ちょっと備考欄に入れていただいて、お申し込みいただければと思いますんで、それだけご注意いただければと。はい。コンペに関しては、そうですね。そんな感じで、はい、大丈夫でしょうか。はい。まあちょっとね、こういった、まあ告知動画というか、まあそういったところまだ重ねていくとは思いますが、まあ正式なというかね、まあこのコンペ開催に至る経緯ですとか、そういったところを、しっかり、皆さんに知っていただければと思い、この動画撮らせていただきました。カニさんありがとうございました。ありがとうございます。ということでね、今回本当に皆さんと2024年、本当にまあね、また次の年、迎えることができるという喜びと、2024年皆さんも含めて本当に応援ありがとうございましたと、いう思いと、を込めて一緒に楽しむことができたらなと思っておりますんで、遠方からもね、来てくださる方が今かなり多くいらっしゃるということなんで、ご遠慮なく、もうね、ほんと遠くからでもぜひ来ていただければと思っております。じゃあ、そのね、当日皆さんに会えるのを楽しみにしつつ、この動画を締めさせていただきたいと思います。この動画がいいと思ったら、概要欄からコンペのお申し込みをよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。